はい、こんにちは。行ス FP の林です。今回はですね、FP のビジネスチャンスかということで、FIRE を目指すですね、お客さんへのアドバイスをどうすればいいのかっていうところでちょっとね、お話をしていきたいかなと思います。はい、で、早速なんですけども、はじめにファイヤーって何かっていう話なんですね。もちろん FP とかももちろん他の方もご存知の方多いと思うんですけども、ファイヤーっていうのは、えー、これですね、ファイナンシャルインディペンデンスリタイアー e ということで、えー、金融的独立と早期退職の頭文字というふうになっています。で、えー、金融的に経済的独立っていうふうに言うことも多いですね。で、えー、生活費の25年分の資産を作りましょうっていう記述をよく見るかなと思います。で、これはですね、あのーえー、米国の えー、とある有名な研究から来てるんですけどもあの期待利回りが4%っていうところですね。 これを想定すれば、えー、実はその、資産をね、4%ずつ取り崩して生活しても、30年後かな、ぐらいまで、えー、全然資産減らないですよ、というような研究結果がありまして、えーまあ、ちょっと細かいことを言うと100%ではないんですけれども、あのー、そういう研究結果から来てます。で、これをもとにですね、ちょっと試算しますと、えー、生活費が100万円の場合だったら、2500万円の資産でいいと。 で200万だったら5000万、300万だったら7500万っいう、まあ、その生活費のレベルに応じてですね、必要な資産が額が変わってくる。で、あの、まあ、ここ大きいやんって話あるんですね。話あるんですけれども、あの、逆を言うと、その生活費から、えっ、ー、と、簡単にその、なんていうかな、資産額っていうのが見積もれて、で、それを達成したらファイヤーできるんだっていう風な、比較的シンプルな目標を立てれるので、まあ、そういった意味でその FIRE があー、流行ってきているという風な面はあると思います。 はいえー、そうですね、4%利回りと、1年3の4%で生活しましょうというふうなところが骨子になっています、えー。これですね、そのまあ、単純にその早期退職しましょうという話、えー、ではなくって、えーまあ、生き方の一つの提案かなどうかは思いますね。えー、と例えば、まあ、日本もそうかもしれないですけども、今まで例えば昭和の頃 とととかかまではもうとにかくその、まあ、大大量量生産大量消費みたいなところあって特にアメリカはそういった考えが強いですね。まあ、今でもそうかもしれないですけども。と、えーまあ、いうのは、何て言うかな、高級会社に乗りまくるとか、めちゃでかい家に住むとか、で家にはプールがありますみたいな、そういったところがなんかその人生の成功のなんていうかな最終ゴールみたいなイメージがあったんだけれども、最近はですね、やっぱそんなんはどうでもええやんと。 それよりは自分の人生を自分でちゃんとコントロールして、えー、歩いているその時間の自由ですとか人生を自分なしで歩いているコントロールしているっていうその感覚とか、まあ、そういったその精神性ですねそっちを大事にしましょうっていうところが大きくなってきているというふうなところですね、まあ、まだまだそのそういうなんていうかな物質的な成功に比べればマイナーなところあるかもしれないですけれども、まあ、一つのその提案としてファイヤーっていうのが出始めているっていうことですね でもちろん、その、なんていうかな、どっちがいいとか悪いとか、そのバーサスの話じゃないと思うんですよね。それは、あの個々人の生き,生き方の選択の話であって、えー、言い悪いっていう話ではないんですねあの。どっちが好みかっていう話。で、まあ、例えば僕の話で言うと、精神的なことを重視するというのが僕は好きですけれども、別にそれだけじゃなくて、そうじゃなくて、えー、高級会社乗ります。 のが好きやっていうなでいすなと思うんですねなので FP としてはあのあくまでもそのお客さんのその趣向というかライフスタ望むライフスタイルとかライフデザインっていうのも、まあ、しっかりですね把握した上でアドバイスするその選択肢の一つとしてファイヤーを持っていくっていうのが一つビジネスモデルとしてはいいかなと思うんですよね。はい。 で当然そのファイヤーっていうのが誰に向くかって言ったらその派手な生活が好みの人ではなくて、まあ、自由な時間が持てるそういうのが好きなタイプの人をおすすめですね僕もこれがすごく大事ですあのまあちょっと脱線しますけど僕なんか例えば本読んでたりとかなんか遊んでたりする時間が一番好きなのでそういう時間が持てるんだったらそれはもういいんですねそっちの方がね別に高級会社とか乗りまくって幸せ感じるかってそんなことは僕はないと思うんでもうむしろ 車はどうでもいいと思ってるんであのー、まあそういう人には多分ファイヤー合うのかなっていうところですね。 で、あのー、なんかそのファイヤーって言うと、まあ、よくその、まあ、節約しましょうって話が出てくるので、なんかその、みみちい生活なのかなっていうふうに思われがちですけれども、あのー、まあ、とにかくその資産額が増えていけば、膨らんでいけば、もうそれに応じて、例えばその基本生活費というのが増えていくるじゃないですか。100、最初は100万ぐらいだったのが200万なり300万なりっていう,うになっていきますので、まあ、だん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 その不老所得で、えー、生活できる幅が広がっていくんですね。 てなってくると、なんかその馬車馬的に働いている人に比べて、なんかすごい精神的に余裕あるなみたいな感じの生活ができるようになっていくので、えー、これもだから考え方の違いですね。別に、あの、働くの苦にならないっていう人であれば、別に、バンバンバン働いて、残業もしまくって、で、稼いで、ガンガンその、でかい家住んでいく。別にそれは構わないと思うんですよ。それも構わない。だからそれはもう価値観ですね。そういうふうな言い方をしたいと。 じゃなくて、やっぱり自由な時間を持ちたいと。その働いてるというよりかは、自分の好きなことをやってたいというふうなことであれば、まあ、ファイの方が合うというようなところですね。で、もう一つの特徴としてはね、えっと、前向きに生きられるってことです。うん。まあ、もちろん、仕事してる人が前向きじゃないってことではないと思うんですけども、まあ、でも特にね、最近の日本では、働いても働いても企業増えないですね。働けど働,働けど生活楽にならずっていう。 僕の知り合いの人も言ってましたけれども、あのまあ、そんな空気がやっぱり強いので、えー、それよりは、じゃあ例えば資産を、ね、増やしていくことによって、えー、だ,だんだんだんだ増えていく。もちろん減ることもありますよね。あの価格リスクがあるんで減ることもあるんですけれども、いやそうは言っても、じゃあ価格が低いときには、えー、たくさん資産を、口数を変えるというふうに発想を転換することによって、今日よりもより良い明日があるんじゃないかなというような感覚を得やすいというのが、まあ、ファイ u の特徴の一つでもあるというようなところですね。 で、FP にとっていうのはどういうじゃあビジネスチャンスなんかっていうふうな話に移りますけれども、このファイヤーの実現手段っていうのは FP のアドバイスそのものですね。もう、あの、ドストライクです。あの、それをもっとアグレッシブにして早く退職しましょうっていうのがファイヤーのアイディアのになってますんで、で、あの、なんかね、特別なあし仕掛けとかマジックがあるわけじゃなくて、もうとにかく愚直です、ファイ e っていうのは。もう施設を管理を徹底しましょうっていう話。まずこれですね。 もうこれに、ま、ある意味これに尽きると言ってもいいぐらい。もうこれは半分以上実に収入アップですね。これ副業も含みますけども。で、最後に個人的な資産運用。まあ、これはちょっと例えば ETF 使いましょうとか e ックス使いましょうっていう話になってくると思うんですけども。まあ、こういうので、えっと、資産を活用して増やしていけばいいと。もうこれも、ドストライクじゃないですか。FP が、あの、まあ、資産形成をメインにした FP アドバイスっていうところで言えば、もうこれですよね。 僕も昔からこれやってるんですけども、あのこれが、まあ、そのファイヤーっていう、まあ、分かりやすい単語に載せて、えー、FP として、えー、ビジネスサービスできるということであれば、まあ、これチャンスですよね。はいでえー、とファイヤー自体もその時代の流れに乗ってるというか、あー例えば、まあ、人生100年と言われてますけれども、人生100年において、えー、例えば うん、同じ仕事をずっと続けてね、退職まで、退職年齢まで続けて、ね、その後年金もらって有事的っていう、まあ、時代もありましたけれども、今全然そんなことないですよね。だからいろんなこと言われてますけれども、投資が必要だとか、転職も視野に入れないとダメですよとか、いろいろ言われてますけれども、その多様な生き方の一つとしてファイヤーっていうのを、があればいいかなっていうようなところですね。それと、その、FIRE、まあの中には収入アップしましょう。まあ、アップすることによって FIRE を達成する時期を早めましょうっていうふうな、 ことは言われてるんですけれども、最近はまあ当然ね、その日本でもようやくその本格的な副業時代に突入してきたというところがありますので、じゃあ副業してね、収入を月に数万円でも5万円でも10万円でも増やすことによって、じゃあそれを全部投資に回せるじゃないですかと。まあ、税金の分はありますけれども、税金抜いた分で、えー、投資回せるんじゃないですかというふうなことは言えます。で、それは例えばあと制度上の支援もあって、例えば あサラリーマンでもね、入れ子が使えるようになってきてますんで、じゃあ入れ子を使うことによって、えー、と節税しながら、まあ、そこも、えー、ガンガン運用しましょうというようなことも言えますよね。ただ、別に税金関係なく、う得た収入というのは全部そっちに放り込むことによって、えー、運用が効率よくできますんで、まあ、そういったところも一服ずアドバイスしていけるところですよね。はい。で、えっ、ー、と、 もうファイヤーっていうのは、あの、まあ、早期退職って言いながら、結構やっぱ時間がかかる話ですね。10年とか20年とかかかる話になってくるので、1年2年の話じゃないんですよ。なので、えっと、基本的には僕思うんですけれども、続けられる人が少ないんじゃないかなって思ってます。誰でもできるんですよ。例えば、質学管理の徹底なんて、こんな本番誰でもできます、ね。やろうと思えば。不可能か可能かっていうカテゴリーで言ったら、可能でしかないんですよ。誰でもできます。だけど、続けられないですよね。 なぜかっていうと、だんだんその目的がぼやけていったりとか、だんだんその当初のモチベーションが減っていったりとか、まあいろんな理由があって、えー、なかなか続けられないっていう風な人がやっぱり多くて、えー、それがその一番失敗の原因かなと思うので、じゃあ FP の価値って何かって言ったら、まあそばに寄り添ってアドバイスを継続するっていう価値が高いですね。 えー、例えば、その、まあ、資産運用に関しての話なんですけれども、例えばね、えー、アドバイザーをつけることによって、資産運用に換算して一体どれくらいの価値があるのかっていう、その、あのー、研究があるんですよ。で、それは、 に、よると、でで2から4%アップぐらいの効果があると言われています。<laughs> ちょっと、文字間違いました。三菱 USC 国際投資ですね。すいません。あの、大変失礼な話ですけど。ということで、あの、ま、あこれちょっとリンクのところにも、URL つけておきます。リンクというか、詳細説明か、のところに URL つけておきますけど、見ておいてほしいんですけれども、こうですね。 またから、まあ、その行動アドバイスがその価値の半分以上占めるっていうとこありますけれども、こういったところでもやっぱりアドバイザーをつける FP さんがつくっていうことはすごい価値があるかなと思います。で3コまで一つそのね、表をつけときますけれども、えっ、ー、と、これですね、三菱衛生国際投信投信調査コラムっていうところから引っ張ってきてますので、こういった表がついてました。でこれを見るとお、まあそれぞれのね、えー、グループっていうか組織が、あ なんていうかな研究してるところですけども、あの、アドバイーザーをつけたら、こんだけ付加価値がありますよっていう推計ですね。で、ヴァンガードさんは3.7%。で、いろいろありますけど、まあ、モーニングスさんは一番低い。1.6%、ね、でそれ、まあ、それでも、なんていうかな ?2% 弱はあると。で、えー、っと、一番見のラスセルインベストメントさんの方では、今4%を超えているというふうな感じです、ね、ここもそうですね。最大では4%を超えているということで、まあ、たい2%弱から4%ぐらいは、あのー、価値あるっていうところで、 うん、ちょっとま、この辺はね、FP のお金のもらい方もいろいろあるんですけれども、まあ、年間顧問金額で定額でもいいですし、例えば残、下の残高で、えー、その残高の、1%はちょっと大きいかもしれないですけれども、まあ、それより未満ぐらいの、をもらって、えー、フィーをね、いただいて、えー、アドバイスを継続するっていうのは、あの、このね、投資行動コーチングっていうところが、えっ、ー、と、非常に価値高いので、こんな感じでね。要は結局、その投資家の、 行動なんですねどんな投資商品を使うにしても、結局、その、なんぼ買うか、なんぼ売るか、そのタイミングをどうするかみたいなところはあの、投資家さん次第じゃないですか。そこの意思って言っていくのがすごく大事で、でそういうそのう、投資家の行動っていうのが、一人やってやっぱり間違えたり、えー、することが多いんですね。うんまあ、特にその、まあ、よく言われるのは暴落時に、あの老婆よりしてしまうっていうところがあるので、まあ、そういったところ、いやいや、ちゃいますよ、今は、あの実は、 あの買い時ですみたいな、いう風なアドバイスをすることによって、えー、投資行動をしっかりと修正していく。で、その修正していくことによって、えー、付加価値が上がるというようなところがありますので、まあそういったところですね。まあ、もちろんこれは一例なので、それだけでいいって話なんですけども、まあそれが、あの、常に、あの、お客さんのそばに立ってアドバイスをし続けてるところの価値かなと思います。はい。ちょっと長くなりますけど、で、えっ、ー、と、ファンや実現のアドバイスの方針ですね。まず目的、目標をめ定めましょうということですね。 こうちょっと見ていきたいんですけども、まあ、さっきも言いましたけど、ファイヤー自体が目的ではないので、まあ、あくまでも人生の目的とか、ね、目標があって、それをまあ実現する手段の一つなので、それがあお客さんに合うものであればやりましょうというふうにアドバイスしていくというところですね。えー、それから、まあ、さっきも言いましたけれども、ここの生活費の徹底管理もこれはほんま肝です。もう資産を作るにあたって、もうこれがなければあ成り立たないというか、まあこれ、これがもう、 400% <laughs>、まあ。さっき半分以上って言いますけども。言って、言っても過言ではないぐらい、すごく大事なところなんで、あの、生活費設定があるんですね。で、生活費が少なければ少ないほど、ファイヤーのハードルも下がるんですよ。ファイヤーのハードルが下がる上に、えー、投資に回せる額がガンと増えますんで、達成の時期も早くなる。だから加速度的に早くなるんですね。この生活費を抑えるってことが。ということなんですよ。 で、さらにですよ。さらにその時間をかけて、えー、資産が大きくなっていけば、ライフコストを、じゃあその分ねあの、ガンって上げたらダメですけれども、資産が大きくなった分、ライフコストを上げても、それは同じ話になりますね。全然平気なんですね。だから、あの、最初はすごく低く抑えるんですけれども、だん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 増やしても大きくな、あの、大丈夫になっていくというようなとこですね。で、えー、えぇ、ー、多分実践はね、長く、 長い道のりになると思いますんで、えっ、ー、と、僕も、まあ、ァイヤーっていう言葉を知る前から似たような、っていうか同じようなことやってるんですけども、あの、たまにやっぱり贅沢はした方がいいですよね。あの、常に、なんて言うかな、あの、息を潜めるような生活、ではないんですけどね。別に僕は全然平気は平気なんですけども、まあ、でもなんか、言うてもアクティビティがちょっと少ないなと思ったら、たまに贅沢をしに行くと。あの、旅行に行ってもいいですし、えー、めちゃめちゃ美味しい肉を食べに行ってもいいですし、あの、それは全然構わない、あの、なんでも構わて、で、 うんとたまにやるというのがポイントですね。たまにやっていいかと。それだったら、ライフプランチェックしておけば、あの毎月の固定支出に、えー、特別施設とありますよね。例に1回ぐらいしかないような指数で、これも両方同時に見ることによって、ライフプラン全体が大丈夫なのかというのは、チェックしてあげるというのは FP の重要な仕事ですね。ここもまあ見てあげましょうということですね。はい。で、えー、さっきも言いましたけど、ねあの、完全にね、早期対象をファイアしようと思ったら、やっぱり、 えー、2,000万円から7,000万円ぐらいの、あのー、資産が必要になってくるわけで、それで結構大きいですよねで。なかなかそこまでいかんということであれば、そのサイドファイヤーとかパーシャルファイヤーって言われるような、その部分的なファイヤーですね。を、も、お勧めしたらいいかなと思います。で、パーシャルファイヤーの場合はもちろん対策まではできないんですけども、性ガ水の一部を賄えるっていうのがあるので、これかなり価値があるんですね。 うん、例えば、まあ、ベーシックインカムってありますよね。ベーシックインカムは、それだけでは、なかなか、その、充足した生活、うん、満足な生活はいかないかもしれないですけども、死ぬことはないみたいな。例えば、うん、そうですね、月10万でも、おファイヤーの資産から得られる、不労所得が得られるということであれば、それ、かなり気分楽ですよね。あの、最悪、職を失ったとしても、まあ、月10万収入あれば、まあ、細々とは生きるかな、みたいな <laughs> ところはあるんですよね。 だから、その、自分で作るセーフティーネットみたいな、いうような考えがあって、それすごく、あの、精神的な支柱になりますんで、これおすすめですね。で、なおかつ、まあ、その働きながらなんで、まあ、そこで得た、その、例えば10万円を使う必要ないですよね。使う必要もなくて、もし使う必要がないんであれば、ま、た再投資していけば、あの、どんどん資産膨らんでいきますので、まあ、それで膨らんでいけば、それ、例えば、もう、使える金額が10万が15万なり20万なりっていうふうに、だんだん増えてきますので、まあ、それはお得ですよね。 ってなったら、もう本当にそ、本当に、まあパーシャル、最初はもうパーシャルでいいかなと思ってたのが、もう本当にファイヤーできるようになるというようなところにあるので、ここはすごくおすすめだと思います。まあ僕なんかは、うん、今、まあ、完全ファイヤーというよりは、まあパーシャルファイヤーな感じですね。なので、あの、まあ割と仕事も自分の好きな仕事を選択できてるっていう、ちょっとですね、ライスワークしなくていいっていうのがすごく大きいので、あの、精神的にもめちゃめちゃ楽です。 かすごくおすすめですね。ね、まあ、うつ病のリスクが下がったりとか。やっぱりこの、その会社にいたいと死ぬっていう風な状況になると、やっぱりそのパワーから逃げられなかったりとか、でうつ病のリスクが上がったりとかしますんで、まあ、それはもう本当に不健康ですよね。だし、あの、生活にも活力が出ると思います。あの、最悪別に辞めてもいいやというような感じで、まあ、もちろん仕事は好きでや、好きなんでやったら続けたらいいんですよね。こういうふうな、あの、選択肢ができるということ自体がすごくやっぱり人生にとってプラスの影響がありますので、これはその FP としてもおすすめしたいところ。 でですよねはいでちょっと資産の方に、まあ、ここはねちょっとテクニックの話が多いのでちょっと簡単にさらっと流しておきますけれども、まあ、期待入回りに関しては、まあ、あくまでも期待だよということですね。うん、それから、あなので、えーと、自分ですね、お客さんとか自分がコントロールできる部分に集中しましょうということで、まあ、これはその本当にさっき言ったように生活費の部分、これはすごく重要ですね。もうめちゃめちゃもう自分100%自分が決定するところなので、これめちゃめちゃ重要ですね。あとはまあポートフォリオの決め方とかっていうのはまあ自分でもできるところですね。 はいでえっと、分散投資、えー、が中心です。まあ、どう、まあ、もちろん、ファンやってる方の中には、いろいろ、その、なんか、えっと、ポリシーとかファみたいなのあるみたいなんですけども、で個別株でやってる方も、割と言いはりますけれども、あのー、個別株やるにしても、やっぱ、ポートオーデオ組まないと、一株集中っいうのはなかなか厳しいとこあるので、<laughs> ポートオーデオ組むと。ただ、その、自分で調査して、一個一個銘柄選択してっていうのは、すぐやらないといけないのです、そこれ大変ですね。 逆に ETF は手軽なんです。だけど、まあ、その特定のメーカーに集中投資できないっていう、まあ、その個別株、個別が株派の人たちにとっては ETF って何やねんみたいなところもあると思いますん、ね、で、まあ、これはちょっと好みですね。で、まあ、ほとんどの方はリスクを抑えてやりたいということはあると思いますので、まあ、世界分散投資で OK かなと思いますね。これはまあ、例えば ETF でいえば、まあ、バンガーデでいえば VT みたいな世界全体にブワーって投資するような、あで、 かつてコストみたいなところもありますね日本の投資信託にもそういうのありますんで、まあ、ぜひですね、そういったところのアドバイスできたら FP としてはいいかなと。ねはい、で、長期投資、これもリりるからいです。だいたい20年以上が目安かなと思います。で、えっと、ここ10年でね、ファイヤー達成したっていうのは割と出てきたんですけども、まあ、これはやっぱりリーマンショックからの回復相がすごい大きいですね。あのー、めちゃめちゃ回復してますんで、まあ、2倍以上になってますんで。 なので、あのー、まあ、この波に乗ったっていうところが大きいかなと思うので、別にこれ自体はいいと思うんですよ。あのー、運が良かった。運も実力のうちっていう風な言葉ありますから、それはそれでいいと思うんですけども、あのー、じゃあ、例えばね、えっと、お客さんに、えー、アドバイスするときに、いや、なんか10年でファイヤー皆さん達成してるんで、あなたも10年で行きますよっていうのは、これは間違いですね。これはたまたま、あの、今の人たちが運良かったっていうことがあるので、あのー、そうじゃなくって、やっぱりその10年から、 まあ、最短で20、最短で10年、まあ、あの、かかったらやっぱ20年ぐらいは、あの、いりますし、まあ、ここですよと。ここ大事ですよと。どんだけその投資にお金を回していくのかがすごい重要ですよっていう、そこを強調してねで。そこを継続してやるっていうのがすごく大事になってきますので、まあ、そこが、あの、資産運用相談の、まあ、メイン、腰になってくるかなと思いますね。はい。で、えっと、ファイヤの理論ってね、いろいろあって、まあ、僕も本も何冊か読んでるんですけれども、あのー、 ま、理論はでもあくまでも理論だと思います。もちろんその理論があるに越したことはないですし、まあ、それをベースにしたらいいと思うんですけども。あの、にはやっぱギャップがあります。で、まあ、理論面はね、もちろん知ってレクチャーしておくっていうのはもちろんそう、のうん、なんですけれども、まあ、実践支援ですね。実践支援。もうここは本当に FP としては役割は大事なところだと思います。まあ、声かけしたり悩みを聞いたりとか、で、解決のアドバイスしたりとか、かすごく必要ですね。で、先からこう何度も丸してますけどここなんで、結局、肝は、 でライスコストを抑えられているかどうかって、もう失踪合理化ってここ書いてますけど同じことです。っていうのを、ちゃんとね、えっ、ー、と、まあサービスに読み入れますけども、毎月か毎年かちょっと分か半年にどうかちょっとわからないですけども、ちゃんとその失踪合理化できてますか、継続できてますかっていうところを、もう、あのー、第三者の上でチェックしてあげる。で、モチベーションが下がってるなと思ったら、えー、当初のモチベーション上げるために、あの目的とか目標を思い出,出してもらうっていうところ。 そういうところもね、含めて、もういわゆる本当に実践支援、まあ、アルバイスを中心とした実践支援というのがメインになってくると思いますの、ね、で、まあ、ここはですね、FP の価値ですね。はい、ということで、えっと、まとめますけれども、ファイアムー,ーブメントね、最近は、あの、盛り上がっているみたいですけれども、まあ、FP にとってビジネスチャンスでもあるので、ここは、あの、まあ、後期としてね、捉えてもらったらいいかなと思います。 で、えっと、FP はね、えっと、お客さんに寄り添ってアドバイスをということで、さっきから何回もあの強調してますけれども、別にそのファイヤーのえっとやり方とか理論を把握したらそれで終わりということではなくて、やっぱりその継続してね、10年、20年継続して、えー、ファイヤーの 実践が続けられるかどうかっていうところがすごく大事なので、それをやっぱり実行できるようにちゃんとアドバイスしてあげる。でそういう環境づくりも大事かなと思います。でこれは本当に愚直なアドバイスです。うん、何か、あの、木を寺っていうのはあるいは特別なノウハウを提供するようなアドバイスでも全然ないので、あの本当に愚直なものなんですけれども、まあ、うんまあ、そういう意味ではちょっとめんどくさいところもあるんですけどね。 でも逆に言ったらこれがそのビジネスチャンスでもあるので、まあ、そういった環境をしっかり提供することによって、えーまあ、たくさん一気にお金はいただけないと思うんですけども、長く続くこと、続けることによって、あのそのトータルでお金をいただいたらいいかなと思いますの、ね、で、まあ、ぜひそういうふうなビジネスをしたいということであれば、これチャンスかなと思いますね。はい。ということで、まあ、最後ですね、ポイントとしては、ファイアビジネス っていうのをチャン保険とかね、商品しか売れない FP さん多いと思うんですけども、アドバイスも売れる FPA 脱却しようということですね。これ大事かなと思いますので、まあ、ぜひですね、あの参考にしてもらったら嬉しいかなと思います。はい、ということで今回以上になります。どうもありがとうございました。